ちょっと投資で投資で回しましょう。天気の日はね、これは見にくいんだよ、ここの。あーでも気持ちいいな、夏のこの季節に。すんごい気持ちいい。これでね、そこそこ魚が出てくれりゃもっと楽しいんだけど、あのスリットに入ってないかい。あー見に来て帰ったね、ちっちゃ。ここはね、ここはいっぺんに流せないんだよな、刻まないと。環境の流れなんだけど、意外にシャイター、意外にあれなんですよ。よしよし、お、危ない危ない。よいしょ、映ってますか。よっ、おいおい、ほらほらほら、夏のアマゴのね、夏アマゴ。うわ、お腹すごい、なんかいっぱいなんか食べてるね。うん、綺麗なアマゴですね。まあサイズはともかくとして、本当に綺麗、すごい綺麗だわ。いやー、早く大きくなってまた僕のフライを食べてくださいね。はいどうぞ。はい、ジャシッドで釣りました。このポイントはですね、単調に思うんだけど、落ち口の流れが非常に速いんですよ。で、なるべく下水なのでね、なるべく離れたところからそっと釣りたいかったわけです。で、ラインをこの、向かって左側の石に預けて、で、まあ U 字というか V 字というか、少し、リーダー、あ、ティペットか、ティペットを遊ばせて、肩の落ち口までを、とりあえずこのポイントの真ん中からですね、真ん中から肩の落ち口までを人流し、そして自分が前へ寄っていって、今度は向こうの流れ出しから、真ん中までの缶を釣ろうというふうに思ってたんですが、まあ、あの真ん中から肩の落ち口の間で出ましたね。あのちょっと映像で分かりにくいか分かりませんけど、ここあのちょうど今フライが流れてるところ深くて、落ち口までの缶にぐっと駆け上がってるんですね。そのエッジに多分ついてたんでしょうね。綺麗なアマゴでした。はい、LL インフローターの音を施しました。で、流れの向こう側というか、向こう側のエッジだよね。そこ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 、まあ、もう出ないだろうね。流れのエッジ側、やっぱりさすがアマゴだね。はい、もう出ません。よし、行きましょう。次のポイントもまあ悪くないポイントなので、あんまりね、あんまり出たことないんだけど、出たことないんだけども、今日はこれ水がね低いんで、ひょっとしたらそこ入ってるかもな。で、やはりあのいいポイントの一つ上のポイントだから、その辺でベローンと出ない。
魚の入れるポイントなんだけどな、ここはいつも出ないんだよね。なぜか出ないんですよね。すごく出そうなんだけど、ひょっとしたらひょっとするからやってみましょう。おお、できた。あ、やっぱり出てきた。でかい。今出てきたよ。さあ、もう一回出るよ。わあ、出ないか。見に来て帰ったよね。やしと夏バージョンじゃダメなのか。あー残念、もう出てこないな。22、3センチあったよ今の。そんな悪くなかったですよ。魚のつくレーンがどこか。おお、見に来た。おお、見に来た。かわいいな、見に来てるよ。ほい。ほい。あ、やっとです。ようやくちょっと、まあ、マシではないけど、マシではないけど、あれ、イワナか、これイワナか、アマゴだと思ったらイワナか。あ、イワナだね。あの角で出ましたね。あ、アマゴ、ん、イワナか、イワナだね。あ、イワナですね。ほいほいほい、こっち来なさい。よいしょ。いやー、長かったですよ、この子に出会うまでに。1匹目のアマゴからこの子にね、出会うまで実に長かったです。はい、うん、よく引きましたね、ありがとう。はい、はい、行くよ。ちょうどですね、あの流れの流針から岩にぶつかった、ぶち当たった、ちょうどこの辺で出ましたね。あ、今走ったな。さっきのリリースした岩菜ですね、また元の位置に帰っていきましたね。夏場はね、春のポイントを狙ってても出ないですから。しゃ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 、よそ見してた、よそ見してたらかかってました。ありがとう、ありがとう、ありがとうです。はい、イワナです。ちょっと、はい、イワナちゃんでした。出ました、出ました。ん、どこだ。はい、はい、イワナちゃんです。今日はイワナが多いですね。結構なんか、ああ、しっかり、しっかりと加え込んでるよ。うん、しっかり加え込んでますよ。はい、あ、ごめん。よし。ここなんか出そうよ。あら。え、何今の。
誰か入ってるな。なんか怪しいな。足跡が新しい。ああ、こんなとこはダメだな。多分出ないな。